このシリーズでは YouTube チャンネルのオープニング動画の作り方を解説していきます。そして作成するオープニング動画を3つのタイプに分けて、それぞれの特徴や作成する時のポイントを解説していきます。1つ目は3から8秒の短いオープニング動画で、 AE と Photoshop を使用した基本的な作業方法を紹介しました。そして2つ目は20秒以上の長いオープニング動画。ここでは長尺の映像はプレミアで V コンテによって構成を考えた上で、 AE でパートごとに作業を進めていく大事さを解説しました。そしてそれぞれ尺の長さの違いによるオープニングの長所短所を解説しました。今回は3つ目の予告を含んだ長いオープニング動画の作成の仕方を解説します。この予告を含んだというところがポイントになります。私が一番おすすめしたいオープニングがこのタイプです。これまで紹介してきた短いオープニングと長いオープニングのいいとこ取りをしたようなタイプです。今回例として使う私が制作したこちらのオープニングをご覧ください。こちら、わたまさの一重八寸帯がネットに揃いました。モノトーンシックな一重八寸と夏のセールがスタート。それでは行ってみましょう。あずまやあずまやテレビショッピング。この動画は私が作成した着物屋の YouTube 番組のオープニング動画です。 EC サイトと連携した着物のテレビショッピングを毎週生配信しています。動画は予告を含んだオープニングになっており、その日に紹介する商品をオープニングで予告しています。なのでこのタイプのオープニングは作って終わりではなく、毎週ある程度映像に手を加える必要があるということです。このタイプはまず長尺のオープニングにすれば、番組っぽさや世界観は十分アピールできます。なおかつ動画の冒頭で動画の要点や目次ダイジェストなどを組み込むことで、先に見どころのあるカットを視聴者に見せて興味を引き、冒頭での動画の離脱を防ぎます。そして予告は比較的どのジャンルの動画にも効果があります。ただ予告を作るまでもないような内容が短い動画には向きません。こうやって聞くといい点ばかりですが、大きなデメリットとしては毎回動画ごとに編集が必要となり、運用の工夫が必要になるということです。オープニングの内容はタイトルなどの固定の部分と毎週変動する予告部分を混在させるのがポイントです。固定部分では番組タイトルを作り込み毎回使い回します。予告部分は毎回グラフィックをその都度作成する必要があります。このテレビショッピングの場合は紹介する商品写真を使ってグラフィックを作成します。ラインナップを見せて番組内容を予告します。固定部分は前回の動画で紹介した方法でオープニングを作成してください。固定部分は一度作り込んでしまえば繰り返し同じものが使えますが、毎週変動する予告部分はクオリティより作業のスピードが求められます。テレビショッピングは毎週生配信なので、放送時間に間に合わなかったら問題です。作業を定型化して効率的に作業できるようテンプレート用の AE を用意する必要があります。そしてこれを毎週のルーティーンにするのです。これがオープニングを運用するということです。今回はこのテレビショッピングを例に、オープニングをどのように運用していくかの解説をしていきます。なので今回のテーマはこの予告部分をどうやって運用して作っていくかですが、その前に固定部分について簡単に説明します。この固定部分はこのような構成でできています。分解すると、ネットショップの商品をプリントスクリーンでキャプチャしてつなげた画像に商品の種類のアイコンとタイトルロゴが飛び込んでくるカット、そこから花びらのパーティクルを水紙として使用し、メインのタイトル画面に乗り換わります。ここではとにかく番組のロゴを分かりやすく視認させています。このメインのタイトル画面がどうやって作られているか簡単に紹介します。レイヤーを背面から紹介すると、青のグラデーションを背景として作成し、月の写真を合成、雲の写真を合成、虹のイラストのレイヤー、そしてそこに操作線の質感を追加しています。その上にシェイプで作った雲のシルエット、着物のイメージ、これは 3D モデルを使用しています。飛行機のシルエット、鳥のシルエット、山の風景、街の風景、前景の名古屋城と実店舗のイラスト、車のイラストを用意します。そして雲の写真をたくさん合成して、
その上に番組ロゴのレイヤーを配置。この番組ロゴはフォトショップのレイヤースタイルで作っています。このレイヤーをフォトショップファイルとしてまとめて AE に読み込み、ここに AE で簡単なアニメーションをつけています。鳥と車と飛行機にアニメーションをつけ、車の排気ガスと飛行機雲は AE のエフェクトパーティキュラーで作成しています。ロゴがキラリンと光るのは標準エフェクトのライトスウィープを使用しています。そしてエフェクト、オプティカルフレアで太陽の光を AE で追加しています。何も難しいことはしていません。こちらの動画で紹介したフォトショップで素材を揃えて AE で簡単にアニメーションをつけるという方法です。素材を自分で用意できない場合、フリー素材をダウンロードして使いましょう。ただ今回この着物のイメージだけ 3D ソフトを使用してアニメーションさせています。それではいよいよ本題の予告部分をどのように運用していくかですが、それを説明するにはテレビショッピングを生配信するときにオープニング以外に毎週準備している素材について説明しなくてはなりません。それがこちらです。まず商品の写真を撮影してネットショップに商品を掲載します。この時撮影した写真は生配信の放送中でも使用します。次にフォトショップで放送に必要なテロップ、サムネイル用のタイトル画面などを作成します。これらは毎週テンプレート用の PSD ファイルを使用して作成します。この2つが普段使用している PSD ファイルです。1つがタイトル用の PSD ファイルで、毎週このファイルで作成します。サムネイル用のタイトル画面は写真を差し替えてサブタイトルを打ち替えて書き出します。そしてネットショップ用のバナーもここで作成します。日付を打ち替えて書き出します。テンプレートを作る時のポイントは、ミス防止のために触ってほしくないレイヤーはロックをかけておくことです。特に自分以外に触る可能性がある場合、なるべく分かりやすくレイヤーを整理して作成しましょう。あとは注意書きを書いておくことです。例えばバナーのグループの名前に 770×433 で書き出しと記載しておけば、キャンバスサイズを変更するという忘れがちな操作を思い出すことができます。タイトルのテキストのグループのところにも、ここをソロ表示と注意書きがあります。 Photoshop ではオルトを押しながらクリックでソロ表示ができます。これでテキストのみの状態でピングで書き出せます。このテキストのみのピング画像は後で AE で使用するので書き出しておきます。この PSD ファイルから書き出すものは、サムネイル用のタイトル、ネットショップ用のバナー、オープニングで使用する9分割の画像、タイトルのテキストのみの画像です。ではもう一つのテロップ用の PSD ファイルを開きます。このファイルでは商品名のテロップと値段を打ち替えて写真を配置します。これを商品の数だけ作成します。あとはネットショップへの誘導用の QR コード、そして左上のタイトルのテロップも打ち替えて作成します。このファイルから書き出すものは、商品の値段テロップ、商品名のテロップ、左上のタイトル、 QR コード、最後にテロップと写真をすべて表示した状態で商品の情報を JPEG で書き出しておきます。次は今書き出した商品の情報をコンタクトシートでまとめて出演者スタッフへの資料として印刷します。次にオープニングのナレーションを録音します。ナレーションは当然その日の内容で変わります。これはスタッフさんに毎週録音させてもらっています。ナレーション担当のスタッフはコンタクトシートを見てセリフをその場で考え録音に臨みます。録音にはスマホのアプリの簡単ボイスレコーダーを使用しています。だいたい一発で終わるので録音作業は2分で終わります。次に今録音したナレーションを AE に読み込み、1で撮影した商品写真を使って予告部分のグラフィックを作成します。録音したナレーションの内容に合わせて AE で簡単にアニメーションをつけてグラフィックを作成します。生配信はスピード勝負ですから、時間がない時は複雑なことはせず簡単に作ります。ではこちらがオープニング用の AE のテンプレートファイルです。毎週このプロジェクトを使用してオープニングを作っていきます。レイヤーを見るととてもすっきりしています。タイムラインは3つのパートでできています。まず1つ目は最初の写真3枚が切り替わるパート、ここも撮影した写真から3枚選んで画像を置き換えます。2つ目はメインの編集部分です。このパートは8秒間の予告部分で録音したナレーションをインポートして配置します。
そして8秒間分の予告用グラフィックを作成します。生配信なので時間が迫っている場合はスピード勝負です。3つ目は9分割のパート。ここは先ほどタイトル用の PSD ファイルで用意したものを置き換えるだけです。テンプレートプロジェクトの作成のポイントは先ほどのテンプレート用 PSD と同じです。とにかくレイヤーを分かりやすく整理すること。自分以外の人が触る可能性があるならなおさらで、触ってほしくないレイヤーはシャイレイヤーで隠したり、レイヤーにロックをかけます。このコンポジションでもシャイのスイッチをオフにすると、これだけのレイヤーが隠れていました。隠しているレイヤーは編集する可能性がないレイヤーです。このように触る必要がないレイヤーは作業者の混乱の元になるので、シャイで隠しておきましょう。隠したレイヤーを触るのはこのテンプレートを作成した私だけにしたいです。事故の元になるのでこのような対策をしています。ですが今回の例で言うと、基本このプロジェクトは私以外触ることはありません。もし自分以外の AE 初心者が触る場合は、そもそもオープニングの作り自体を変えた方がいいかもしれません。例えば予告部分は全て写真の差し替えで済むような作りにするとか、初めにオープニングをどのように運用していくかを考えるのが重要なのです。今回もグラフィックについては説明しません。というのは全く難しいことはしていませんからね。予告部分の前半と後半は画像の差し替えで済みますし、間の8秒間のメイン部分も写真を入れて文字を打つだけのものにしています。逆にこの予告部分は放送の直前に編集してますので複雑なことはしません。それでもオープニングのクオリティを保っているのは固定部分のタイトルをしっかり作っているからです。では最後に、このテンプレートのプロジェクトでは番組が始まる待機時間に番組の利用の仕方、お買い物の仕方を説明する動画も作成しています。このコンポジションがそうですが、その日のサムネイル画像を置き換え、先ほどフォトショップで書き出したタイトルのテキスト部分のみのピング画像を置き換えるだけで完了します。テキスト部分のみの画像はライトスイープのマスクとして使用されます。文字の部分だけを光らせるためです。このようにテンプレートはなるべく素材の置き換えだけで済むように作成するのがポイントです。さらにテンプレートを作る際は書き出しの設定もレンダー級に用意しておきましょう。こうすれば作業者はその書き出し設定を複製して使用できます。そして書き出し名にその日の日付を追加すれば何の設定も気にせずに書き出せます。こうして毎週オープニングが完成し、これらの素材を配信ソフトにインポートして生配信に臨んでいます。いかがだったでしょうか。今回紹介した予告を含んだオープニングは非常におすすめです。うまく運用できればこのオープニングは理想のオープニングと言えます。私も自分のチャンネルで運用するなら間違いなくこのタイプを選びます。こちらをご覧ください。今回紹介するエフェクトは AE の標準エフェクトのコロラマです。一つ一つ各パラメータについて詳しく解説していきます。コロラマの扱い方を理解してもらった上で動画のこれは私のこのチャンネルの AE のエフェクトを紹介するコーナーのオープニングです。これも予告を含んだオープニングです。私はハウトゥー系のこのチャンネルの場合、基本的にはオープニングはいらないと思っています。しかしコーナーの差別化はしたいので、この予告を含めたオープニングを使用しています。この場合本の中身をその日紹介するエフェクトに毎回差し替えるだけです。テンプレート化してしまえば毎回文字を打ち替えて写真を差し替えるだけです。ルール化さえできてしまえば作業はとても楽ちんです。自分のチャンネルなら全然大変ではないんですが、もし人の YouTube のオープニングを頼まれて作る場合が大変です。このタイプは作ったら終わりではないので、どう運用していくかを提案する必要があります。今回紹介した例でも毎週オープニングの予告部分のために商品の写真を撮っているわけではありません。あくまでネットショップに商品を掲載するための写真をオープニングでも流用しているだけです。そう考えるとオープニングの予告部分だけにそこまで労力がかかっているわけではありません。このようになるべく少ない工数でグラフィックを準備できるように、上手なテンプレート化がとても重要になってきます。今回の動画はオープニングの運用というテーマでした。どのくらいの人がためになったか不安ではありますが、一つの例として理解してもらえればと思います。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。